あの本当に多くの人があの上映されるのをすごい楽しみにしていると思うんですけども。はい、あのこういったところに注目してみてほしいみたいなところがあったら教えてください。今回あのやはり役者のアンサンブルというのが。とてもうまくいったなというふうに思ってるんですね。その。まあ、先ほど集大成というのは、お言葉をいただきましたけれども、集大成って言われちゃうと、なんかそこで。キャリアが。 ピークを迎えてしまうようよな気もするので自分では使ってませんけれどもただその子供を自分なりの子供の演出の仕方というのをまあこの15年ぐらいやってきたこととえ気心の知れて僕の撮りたいものをそこで引き出したい感情をすごく理解してあのシーンによっては演出側に回ってえそういうものを引き出してくれるキキキリンさんとリリー・フランキーさんがいてそこにこう新たな 桜さんと松岡さんとが加わってという非常にこうバランスのいい形で6人がメインの6人が集まりましてどの瞬間もやはり皆さんのお芝居がまあ惚れ惚れするぐらいみんなが相手のお芝居をきちんと受けられるという状況でワンカット目から始められるというとても監督としては恵まれた環境で取れたというのが。 あのすごく大きかったような気がしますねなのでまずはその役者の芝居を見ていただければと思いますあの今回あの名だたるあの素晴らしい監督がたくさんいる中であのご自身の作品が受賞されたそのえ理由分析をちょっと教えていただければ分析は皆さんがされる方がいいあの <laughs> 僕が分析こんな風に褒められたって自分で自分が褒められたことをここで喋ることになるんですけど 大丈夫ですか、ね、あのそこだけ切り取られるとなんかすごいこいつ自慢げにあの <laughs> 話してると思われると嫌なんですが授、えー、賞式の後に各国の取材を受けて、えー、夜中もう回ったぐらいから、えー、と公式のディナーがありまして、えー、そこは受賞者と審査員の方たちが、まあえー、とカンヌの公式会場の脇の え何ですかね、あれ、ホールでご飯食べたんですけど、そこでまあ審査員の方たちにとちょっと立ち話ですけれども、話をすることができて、審査委員長のケイトさん、ケイト,ブト・イトブランシェットさん。 とにかくあもちろん、あのー、今回の映画はこれは多分公式の記者会見でも、あのー、彼女は話してたと思うけれども、えー、と演出と撮影と役者とこう全てトータルで良、えー、かったというような話をされてましたけどその時はもう熱くですね安藤サクラさんのお芝居について熱く熱く語ってました。女女優たちはみな彼女のお芝居特に あんま言えないんですけど細かいとこは、泣くシーンがあるんですけど、そのお芝居がとにかくすごくて、えー、もし今回の審査員の私たちが、これから撮る映画の中で、あの泣き方をしたら安藤サクラの真似をしたと思ってくださいとおっしゃってました。そののぐらいやはり彼女の この映画の中における存在感というのは震災の中の女優たちをとりこにしたのだなというのはその時の会話でよく分かりました。あとはチャン・チェンさんはちょっとあの前から面識があるんですけども彼が言ってたのはあの花火を見ているあの家族全員が。 縁側に出て花火を見えない花火を見上げているカットが。あの、とても素晴らしかった。あの、撮影をすごく褒めてくれました。なんかそれぞれの方たちとのやり取りを。が。なんか。あの、コンペの監督と審査員というよりは、本当に。こう。シンプルに見て。あの、心が動かされたという。感想をみんなが、あの。 じゅんりに聞かせてくれるというとてもいい時間でした。